赤星赤崎瀬尾赤星マシマシ TV です。お願いします。さ、今回ですね、うん、2回目のラーメン釣り屋さんということで、まだちょっとねソーシャルディスタンス保ってそうと言ってます。あれ俺じゃないですか。はい、あれそうだ、あなたですよ、うん、ねえ、東上線のね上板橋駅ということでね、たくさん近いです、はい、駅近いですね。はい、でですね、2月に一度お邪魔させていただいた時は、そうなんですよ、ね、ラーメン代全部マシマシということでね、うん、こんなん作っておりまして、で今回頼むのはね、ちょっといつもと違うものなんで、うん、はい、まあ、まずは基本メニュー、ラーメン、ミニラーメンで限定麺ですね、それからこれ確認丼なんだけど、これなくなっちゃうかもしれません。あ、言ってましたね。そうなんですよ、今しかない、今しかない、ね、まあまあまあ、もしかしたら行った時ないかもしれないですね。で僕今回ですね、こちらの夏季限定辛い混ぜそばを頼んでんですよ。なるほど。あんま私ね食べないイメージが。これがまた好評らしいですよ。はい、なるほどね。そうなんです、これ後ほどって解説していきますが、まずはこちら、台で頼んでますね、全部マシマシに炙りチーズ、まあ、入れたんですけども、はい、これがですね、もともとチーズ入ってたんですよ、うん、なんで、あ、じゃあ追いチーズになってる。追いチーズです。あ、なるほど、追いチーズになってます。追いチーズ、追いチーズ、おいしいしね。でですね、この夏季限定なんですけども、もしかしたらレギュラーになるかもしれない。好評なあまり。好評なんで、あ、もうレギュラーになっちゃうんじゃないですか、これ。なっちゃうのかな、ね、うん、で豚えげつないな。いや、そうなんです、リニューアルしててちょっとだけ、あ、リニューアル、ちょっとだけしてますよ。前とは違ったというべきかな。確認ですね、いい、3本目、バラ豚です。いい地層ですね。3枚豚です。はい、地層だね、地層だね、そうですね、柔らか確認ね、炙りチーズ、もう最初からもうつけていきますからね。なるほどね、量美味しい、香ばしいですね、非常に香ばしいチーズ、角煮にチーズ、いいですね。で最初の方にねチーズ食べないとどんどん硬くなってっちゃうんでね、あるな、もったいぶらない方がいいと思いますよ、これね。さあ、そして油チーズ野菜、これね、鮭野菜とろとろコーティングされて美味しいですね。ぜひともやってほしい。油の方結構最初の方に完食しちゃってますけど、それも結構おすすめなんでね、でね、まあ、先ほど言いましたが、もったいぶらずに食べていいんですけども、今回私はダブルチーズなんで、うん、まずは上のチーズをね、片付けて、うん、この辺の右端にちょっとチーズあるんですよね。デフォチーズというか。デフォチーがあるんですね。そして麺ですけども、やっぱこの平打ちストレート麺、長さが特徴的ですね。うん、確かに。あと箸も長い。ね、これ前回見ました。あ、聞いたな、それは。そうでしょ。箸長いんです。なるほどね。はい。で、ラー油をベースしてて、ややね、ドロドロ、口当たり。ドープな辛さが味わえるんです。非常にドープですね、これは。これもリアルよ、リアルよ、フェイクじゃないよ、フェイクじゃないよ、ね、横文字が続きますよ、だいぶとね、ボトムまでいきますから、これ麺を引き上げるたびにね、このスパイスの香りもね、いつもと違うふわーっと漂うんで、これもまた食欲増ということでね。で、辛さそのものはですね、実はそんなに、うん、辛くはなかった。あ、じゃあ辛党じゃなくても特別、うん、どしどし進んでください。はい、応募してるんですよ、どしどしこちらに行って、はい、まずさばしるって言ってね、ニンニクはごまかし効かない、ダイレクトとなりますね。はい、辛いです。これが非常に辛かったニンニク自体も辛い、ニンニク自体が辛い、そうで、まあその、まあ、もちろん汁の辛さは中辛ぐらいだったんだけど、なんかやっぱ後押ししてくるよね、あ、まあ倍増してね、もうね、そう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 、あの溢れる汗とね、言いたいところですけども、ネギもね、さらに辛いんで、うん、3倍の汗かきますよ、これ本当に。サンカラ、サンカラです、サンカラですか、ココイチのサンカラ、じゃあ、まあ辛くないですね、あんま辛くないですね。まあまあまあ、さあ、そしてちょっとそのね、もうすごい刺激だらけだけど、やっぱりね、妥協を許せません、辛さでも追い込んでいく感じで、自分からパンチ力をさらに増していくんですね。どうなるんでしょうか。美味しい戦闘です、これはもう、聞かせてもらおうか。とはだから、まあ戦いなんだけどもね、うん、非常にいい戦闘なんですね、これはね、うん、はい、友情が芽生えるような、いや、そうそう、戦いというか、いい戦いですこれはね。胡椒辛さのマッチもちゃんと味わえるということでね。最後の水うまそうだな、これな、ごくごく、これ最後の最後じゃないの、ちょっとびっくりしちゃってますけども、なんと生卵もデカでついてるんです。あー、なるほど。あ、背はもう食べ終わった。あ、食べ終わってんな。あ、背はもう早かった。はい、でつけ麺風にせずに、これぶっかけタイプで、あれもまろやかになってね、辛さも、ね、うん、そう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 、それを求めていったらですね、まあ、非常にまろやかで、こう丼に飲み込ませタイプで、やっぱり飲み込ませタイプ、丼にだからもう飲み込んでもらって、はい、わかりますかね、意思を持ってるみたいな感じ、意思を持ってるんですよ、丼が、はい、で、こう卓上開始、また辛くしますね。これがですね、違うんです、これね、3.1 の3.1じゃないですか。あ、3じゃない、バランスというかですね、以前とは
なんか違った醤油を使い始めたらしいですね、うん、あ、じゃあ前回のがしょっぱレベル変わってるってこと。そうなるほど。お醤油違うんで、ちょっと後ろにいるじゃん、もう。はい、水がそこにあるから。水がそこにあるから、そういうことね。でこういった変更点はね、ツイッターでものすごい更新されるので、うん、でこの動画がもう古い可能性もあるから。なるほど、ね、そんなに見逃せないよ。もう見逃せない。ツイッターは毎日違うぐらいの感じ。絶対見てくださいね。そしてお酢です。お酢いいですね。お酢をちょっとね、チェック。え、あ、フルーティー。どういうこと。お酢はフルーティーですか。お酢はフルーティーです。入れなかったの。入れないです。はい、フルーティーかどうか確かめたかったんで。さあ、そんな鶴屋さんのマシマシレベルは今回89.66、前回よりも結構アップしてます。そうですね。はい、鶴屋さんね、まあ、今回辛いまぜそば行きましたけども、はい、新メニューでもしかしたら別のまた違うメニューが始まるかもしれないということで。あ、じゃあどんどん開発してってるんですね。いや、そうだから Twitter は絶対チェックしてくださいということと、この次瀬尾が食べるのか、まあ、ノーマルです。あ、そうだ、返しが変わった後のノーマルラーメン。なるほど。そうだ。あ、じゃあノーマルでもまた進化を遂げて。そう、まあ、僕は以前も知らないです。まあ確かにね。ああ、まあ。まあそれはそれで新鮮な気持ちで。どう思ったかっていう。なるほど、ね。ぜひ見てほしいというね。皆さんも上板橋にぜひ鶴屋さん行ってみてください。そうですね。ごっつぁんです。